はい、皆さ、ま、こんにちは東京工業大学の林です、えー、今日はです、ね、12月6日付で、えーえー、国家標問大研究所のホームページに公表をいたしました、えー、国家標問大研究所のです、ね、エネルギー問題研究会の政策提言についてご紹介したいというふうに思いますすでにあの印刷をしまして自民党の議員さんらにお渡しをいたしました。 でこ古紙はですね、まあえー、2021年4月12日に公開しました、えー、あの同じくエネルギー問題研究会の政策提言の、まあ、今回はフェーズ2という形になりますこれは、えー、ロシアの,そのウクライナ侵略とかですねあるいはそのあの天然ガスの非常に高騰をしている経済がですね非常に今 世界各国苦しんでいるというような状況の中で、原子力をしっかり使いましょうという形での政策提言になっております。ちょっと中身をですねご紹介しますと、まずタイトルですけれども、エネルギー危機の今、原子力の最大限の活用なくして国の成長なしというものでございます。そして今この政策提言は4ポ、えー 1>, 1ポツから4ポツまでございます。まあ、ちょっとここだけあの大事ですので読み上げさせていただきます。1ポツ、エネルギー政策の基本は国益と現実主義だということです。まあ、ここは第6次エネルギー基本計画、あるいは電力自由化のですね、 抜本的なな見直ししが必要になったででょううとということですそれから電力需給逼迫に伴う大停電の危機が現実となっておりますので、原発の再稼働を急げと、そして原発依存度低減の方針を見直し、より積極的に活用すべきだ。 そして電力分野のみならず、より広範囲な非電力分野のエネルギー供給も脱炭素が必要だということでございます。我が国が使っている一次エネルギー、これ、プライマリーエネルギーといいますが、これの25%が電力、エネルギーとして供給されております。残りのの75%、産業用なな熱源ととか工場ですね、あと鉄鋼など 航路まあこういったものも全部ゆくゆくは、えー、脱炭素に持っていかなきゃいけませんこの残りの75%もですね2050年までに脱炭素をしなければいけなくなりますそして2ポ目は、えー、再燃は不安定で高コストだということですまあ、この大事なことはですねあのこの政策提言の後にですね、えー、添付をしておりますが具体的にあの数値を上げて 中身を説明しておりますのでこれをご覧になっていただきたいんですけれども電力のその再導入には物理的及び経済的な限界があるというものですこれを乗り越えることは物理的な面というのは例えば地球が自転していて今日本の位置ですとだいたいその13%くらいの設備用率しかならないとこれは温暖な日本の気候がですね えーえー、によって晴天率晴れになる太陽光がちゃんと作動できる日にちが、まあ、その50%ぐらいしかないということで設備用率が13%ピークカットしても15%か16%ですこれを超えることはできませんつまりあのこういうその設備用率の観点からですねあの物理的な制約がありますしこれをバッテリーで蓄電をして 日本全体にです、ね、24時間電気を供給するというのはバッテリーのコストが数百兆円かかりますので経済的にもこれはほとんど不可能だということになりますそして再エネ比率が増えてきますと国民負担が急激に増大して国家財政を圧迫するほどになります特に再エネ比率が 30%40% を超えてきますとこ,のこれはシステムコストといいますが えー、これをその太陽光風力変動をです、ね、安定化するための設備それから送電線のコスト、まあ、こういったものが必要になってきますしこれから洋上風力に力を入れますと洋上風力の 発電コストは1キロワットアワーあたり30円を超えます、そしてこういう非常に高いコストの電源比率が増えてきますと、電気代はますます値上がりしてくるということになります。まあ、こういうことでですね、再エネの,の適切なその比率、あるいは今、いろいろな各地で問題になってます、土砂崩れの原因となるような山の斜面のですの、ね、太陽光パネルに、 の設置に対しての規制を適切にやっていくということが必要かと思いますそれから散ポツですが100%国産技術である原子力を成長戦略の根幹に据せよということです原子力は100%ですねほぼ国産の技術国産の国の中の工場で生産できますのでこれをやることによって我が国の 工場、働いている方々、そういった方々にちゃんとお給料が支払われるということになります。他国で作りますと、他国にそういうそのお給料も払ってしまうということになりますので、国産技術というものは非常に大事です。これに伴いいまましてサプライチェーンと言いますが、町工場や、 中小企業の皆さんも含めてですね原子力界の,その産業を支えるピラミッドこれが潤っていくということが必要かというふうに思いますそしてあと原発のですね初課題の解決は国が指導せよということでこの原子力規制委員会の規制の合理化ですね行政手続き法をちゃんと守って2年ぐらいで おむね2年で審査をしてくださいということ、それから60年越えの運転期間の延長と、運転中のメンテナンス、保全をしっかりしてくださいと、それから再処理施設の営業運転の開,発あ開始を急ぎ、さらに高速による紙のあ核のゴミですね。 これの焼却ができますので、まあ、高速炉をこういった形で使えますと地層処分ですね高レベル廃棄物の地層処分の保管期限を、まあ、数千年から約300年とか400年まで短縮できますので非常にそのこれはバックメントといいますが核のゴミの処理も楽になりますそして、まあ、こういった高レベル廃棄物の問題はですね現在地層処分のその 自治体があの北海道で、えー、手を挙げてございますが、えー、日本全国からです、ね、もっと活発に手を挙げて、それぞれそのお、えー、多くの,その参加を得て、国民のご理解をいただいてです、ねえー、こういった地層処分も進むように、まあ、国がしっかり責任を持ってくださいということもございます。それれかからテロ攻攻撃撃とかあるいはは軍事攻撃これは ウクライナ、ザポリージャ原発とか、まあ、非常に皆さんも国内で同じことが起きたらどうするんだと心配されておりますけれども、まあ、自衛隊のあるいは OB の方を活用してです、ね、いつでもそのいかなるときにもです、ね、テロ攻撃を防げるような体制をしっかり構築することが大事だというふうに思います。 すでに開発を進んでいまして、これを新しい時代のです、ね、原子力の主電源に据えて、2050年以上もです、ね、しっかり原子力が使っていけるようにです、ね、頑張っていくということが必要かと思います。以上でございます